写真拡大。セリーグ、巨人4対2、DeNA、7回戦、巨人6勝1敗、28日、東京 DeNA は、今季10度目の逆転負けで2連敗。借金は2に広がった。相手の6安打を上回る9安打を放ちながら2得点止まり。首位巨人には今季7試合で1勝6敗となった。接戦をものにできない試合が続くが、アレックス・ラミレス監督45は、勝ったり負けたりするのが野球と前を向いた。光明は4番の佐野だ。6回、菅野に対してフルカウントから8球目を右中間席へと運んだ。指揮官は、今まででベストの本塁打。フルカウントまで登って行き方も良かったし、最後も逃さず素晴らしいスイングだったと絶賛した。12球団の4番で最も遅い28試合目で1号が出た佐野だが、そこから6戦4発と量産中。好調な新4番とともに巻き返しを期す。浜浦ヒューガー